こんばんは。こんばんは。高さ微妙。こんばんは。久しぶりじゃないですね。こんばんは。見て、今日この前のあれ着てるんです。これ。普通に私服で来ました。めっちゃマネージャーさんに「えそれ私服ですか?」ってめっちゃスタッフさんにすごいいっぱい聞かれた。こんばんは。見て、フリフリ私服、普通に私服できたよ。あれなんだっけ、なんだっけ、あそう、お話し会、あのあれパシフィコ、あれどこ、横浜パシフィコだっけ、幕張だっけ、幕張かパシフィコのやつですね、時に来てたやつ来ました。え、今日、私今日あれですか、なんだっけ、あカラオケ配信やるって思われてる。やる、やるけど、ちょっとだけやるけど、やるけど、ゴム持ってくればよかった。なんか髪の毛邪魔だな。あそういえば皆さん公演当たりましたか。25日見ようっと。当たった人いますか。こんばんはです。あ25日の研究生公演当選しました。やったー、来てください、久しぶり、もうめっちゃ嬉しい。公演よろしくお願いいたします。あ、嬉しい。いっぱい当たってる人いますね。お、18期のカラオケブーム作った。え、なんかさ、ひなちゃんがやる、みんななんかさ、めっちゃさ、ひなちゃんがやるまで迷ってたのに、ひなちゃんがやった途端ブームになった。ひなちゃんが先陣切ったのに。まったく。当たりました。あ、嬉しい。外れた。え、そう。一般枠キャンセル待ち。そうか、3連番。あーもう皆さん対戦よろしくお願いいたします。頑張ります。あなんか面白いコメントあるな。今日は何歌おうかなって、といっても私歌うようなレパートリーちょっとまだないんだよね。ちょっと歌ってみよう。映画のごめんなさい、全然歌えるほど練習してきてないんだ。ショールームいっぱいやりすぎ全然やってないよね、ひなちゃん。キャンセル待ち16番だから入れると。お、キャンセル待ちって何番ぐらいまでいけるんですかね。この間募集した曲でいいのあった。え、ありました、ありました、いっぱいありました。でもなんか結構公演曲とか多くてカラオケにないのがちょっと多かったなって思いましたね。悔しい。初めて遊びに来た。こんばんは。嬉しい。普段何聞いてるの？普段は、え、最近はなんか私ゲスの極み乙女さんにハマってまして、ずーっと聞いてます。あの電車乗ってて30分ぐらいかかる時も1曲をしかもずっと聞いてたりするんですよ。今日は充電大丈夫？今日は 100% 安心してくれ。ラストアイドル、ラストアイドルね、あんまり曲知らないんだよね。1曲ぐらい、1、2曲しか知らない上にあんまりそれなんかちゃんと歌えないから練習していきます。ミセスとか聞き、ミセスグリーン、あーでも流行ってる曲聞いてたかも。
永遠の消防隊のあれ、よし、歌うね。何から歌おう、今考えてたのに忘れた。あれにしよう。歌いますね。なんだと思う、ね、そんなこと言って。それでは聞いてください。 NMB48 さんで恋と愛のその間には。おお、書かれてきた。手振りもちょっと今から今もう振り忘れちゃった。覚えてたんだけど。唇を噛むその癖は何か意味ありげで、どんな言葉言いたっけ、考え込んでしまう。キャサすぎて今にでも割れそうなガラスみたい。付き合うことはこんなに気を使う繊細なものなのか。絶対傷つけないようにそっと触れるくらいなら誰も遠くで眺めてるだけで幸せだ。恋と愛のその間にはいくつ夜が眠るのだろう。同じように見えてはいるけどその深さが違うんだ。恋してると愛してるでは語る夢が変わってくるよ。君の心の本当の気持ち僕に教えてほしい。好きなんですよこの曲。楽しいね。あんまり視点ちょっと意外とね、もうね歌う曲ないんだ。あんまり覚えてきてない。乃木坂さん歌おうと思ったんだけど普通になんかちょっと覚えきれなかった。なんか知ってるんだけど全部歌えるかっていう、全部っていうかなんかちゃんと歌えるかって言われたら歌えなかった。これ課題曲だったけど、課題曲じゃないです。ねえ、最高、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ難波のお宅さんにハマってもらいたい。え、ノイミーさんの歌いたいんだけど歌えるかわかんない。え、でもね、ほんと今日ほんとは歌うだけじゃなくて普通に話そうと思ってたんだけど、私なんてこった。なんてこった。こんなつもりじゃなかったのに。これ歌えるかな。歌えないかも、ひなちゃん。ちょっと待ってください。ド忘れしたから歌えなかったら
歌えなかったら切らせて。ハマってたから歌えるはずなんだけど、最近ね歌ってないから。歌います。しかもなんかさ、課金も流行ってるらしいね。なんで？踊り出すキッチン、一人歌ってる13日の夜。難しい。映画のような二人、もてなしてみやびこのこと。難しいんだけど。涙は私の気持ち、怖がらないでね。死んでもヒロインでいたい。一緒に行くって約束したでしょ。飾りつけリボンをしまったら、夢の中が石くらめん。目隠しをして秘密の味、とろけるまで愛してくるほど。何でも知ってるの、ビターが好きでしょ。刻んだか恋にまみれて、希望を持って作ってるチョコレートメランコリー。ね、下手なんだけど、ちょっとどうしよう、これやだな、これ下手なんだけど。うわー、すごいな、モモキューさん、すごいな。君も来てますか、一人まったもう夜明けのカラス。噛んだ。18時帰宅だね、それまで揺られてここで待っている。一口一口丁寧に食べて、くらりと来たならここから地獄の入り口。君とだったら私怖くないよ。忍んで待ち合わせ、焦がれて恋の花、私の姫ごと恋願う。分かっていても少し怖い、君のことを信じて乱れてる。切なさは演習度、消せますレクイエム。どこにいるか探しているの、君を見つけたこの瞬間。キサラギメランコリー。キサラギ読めなかった、やばい。チャレンジャー、選曲ミスったみたいなさ、難しいの選んじゃったよ。こっち見て喜んで、そんな目で震えないでよ。安心して逃げたりしないわ、愛してる一生。うわ、これが真実だわ、よく聞け民衆よ。ここで全て舐め尽くして、飾りつけリボンをしまったら、夢の中が石くらめん。目隠しをして秘密の味、とろけるまで愛してくる。でも後ろ姿じゃもう満足いきないの、追いかけ尽くしたエンディング。話したことない君のため、チョコレートメランコリー。難しい難しい、ちょっとやだやだ。何これ、なんでこんな難しいの歌えるの。歌えないよ。ちなみに私は歌えればハロプロさん歌いたいんだ。プライドブライトめっちゃいい曲だった、ジュースジュースさんの。もう私涙出るかと思っちゃった、あれ。話飛びすぎみたいな、わかんないみたいな感じね、ごめんなさい。あと何個あったかな。ハロプロって歌えないんです。アカペラでも歌っていいのこれって感じじゃない。あ、なんだっけ、ちょっと歌っちゃおう。なんだっけ最初、え、またすごいド忘れした。予定調和のキスはしない、なんだっけ、最初なんだっけ。あ、愛し、予定調和のキスはしない、あなたにだって奪えなかったプライド。ここめっちゃキサキちゃん可愛いですね。プライドってなんだっけ、
もすごいやばい、置けないとすごいド忘れする。フライズトゥトゥントゥントゥン、え待って待って、やばいやばい、曲忘れた、うんやめようね。こんなあのねグダグダのやつをするつもりはなかったんですよ。私劇場公演の話もしたかったんですよ。アカペラでもダメなんだっけ、ちょっとなんか不安な気がしてきた。あ思い出した、しかも曲間違えた、あ曲探そう。その間に歌歌おう。なんだっけ、あの子に会ってたのね、けじめなんて呼び方で比べて選ばれてめでたし言える女じゃない、ここのあの最初の入りが私の推しの工藤夢ちゃんなんですけど、マジで素晴らしいから皆さん聞いてください。プライドブライ、プライドブライトで調べてください。マジであの本当に素晴らしいから、もうね好きすぎてびっくりした。え歌えなかったら怖いんだよねこの曲。AKB で好きな曲は重力シンパシー、あ重力シンパシー歌おう。一回これ歌ってみるね。わかんない、やばい。自分の意思関係ないように、誰も彼も皆一斉に走り出す。何に追われ焦るのかと笑う、客観的に見れる私が嫌いだ。精神のきっかけは理屈ではなくて、いつだってこの胸の衝動から始まる。流されてしまうこと抵抗しながら、生きるとは選択したった日を選ぶこと。間違ってるかも。いつも思う、こんな風に心に進行。音わからない、言葉のはめ方と音がわからなかった。怒られる気がする。ひなちゃんクオリティすぎる。ね、いい加減ひなちゃんクオリティをどうにかしたい。じゃあ一回ここでね、イラってくる。めっちゃひなちゃん真剣に曲選んでたのに、なんでやねんって感じ。
ちなみに全然関係ない関係なくないけど、劇場公演めっちゃ久しぶりなんですけど、皆さんどれぐらい私のこと、私のペンライト振ってくれませんか？見るから。振ってほしい。ピンク。そういえばこの前あの前座、昨日前座出た時にピンクのペンライトの人ちょっといて嬉しかった。ね、お仕事の方はお家で振ってください。赤緑？誰だ？どこの誰と間違えて、どこの女と間違えてんだ。私は濃いピンクと薄いピンクです。どこの人と間違えているんじゃ。まったく当たってって、私がこんなにお願いしてるのに当たらないってなんでだろう。あ、でも9月の18日もフェスありますね。それも皆さん楽しみにしてます。なんかめっちゃ楽しくなりそうな予感。セトリー見たんですけど、めっちゃいいセトリー。久保氏は前頭にしてほしいね。私がこんなにさ、お話し会でもあの次会ったら応募しますって言ってくださる人に私が祈っとくからって言ったのに、なんかひなちゃんが嘘ついてるみたいだよね。なんかひなちゃんがなんか祈ってないみたいな、祈ってるのにね、嘘ついてるみたいになっちゃうじゃんね。困っちゃうわ。ちょっと、あ、でも一回ちょっと待って。星、橋本、あ、星ありがとうございます。ハートありがとうございます。みんなに言う、ハートありが、星もありがとうございます。忘れてた。タレゾウさん、ミサちゃん、カズヤさん、ハートありがとうございます。あ、お手紙もありがとうございます。橋本さん、星ありがとうございます。はい、キャンマチ初日以来2回目。お、初日って7月2かね。いっぱいコールしてほしいな。最近ね、ちょっとね余裕が出、嘘、久しぶりだからちょっと余裕はなんか出ないかもしれないけど、最近は結構皆さんのことね見れるんだ。手紙どんなこと書いてほしい？え、うーん、え、なんだろう。なんかあんまり褒められるとちょっと恥ずかしいから。あ、ダメ出しも受け付けるよ。受け付けます、ダメ出しも。そういえばひなののメール取り始めたんですけど、可愛すぎてハマりそうです。え、嬉しい。私ってなんかメール送ってたっけ。そんな、なんか変なメールばっか送ってた気がする。ご飯の話しかしてないですね、私のメールは。ダメ出し OK なのか。ダメ出し OK です。かすみんレス全然してるよ。かすみん、でもかすみんあれだね、めっちゃカメラアピールが上手。かすみんほぼ和菓子メール、メール全文、文章がかわいい。ご飯の話しかしてないけどな。粉物の話ぐらいしか。イベントの写真 X にあげて、あ、ありがとうございます。見ます。
ダメ出し相手、うん、なんかダメ出ししてくれるって見てるんだな、なんか見てくれてるんだなって思って、私はちょっと嬉しいかもしれない。なんか、うん、ダメ出し、なんかだってさ、なんか例えばだよ、嫌いな、なんかさ、嫌いな人がいるとして、嫌いな人の良くないところめっちゃ見つけてるとするじゃん。そしたらでもその人のこと嫌いだけどめっちゃ見てるってことでしょ。それはそれでなんかちょっと嬉しくない？嫌いって思われてるけど、あ、見てくれてるんだみたいな。好きの反対ってなんか無関心じゃない、嫌いじゃないなって思うの。なんかそれと同じ、同じじゃないんだけど、なんか何言ってんだろう、ちょっとよくわかんないな。ハンガー顔、ハンガー顔、ほんともあれハンガー顔なんだろう。ちょっとやばい、今の発言なんか何言ってるかよくわかんなかったからちょっと撤回するわ。でもそういうことですよ。そう、好きの反対は嫌いじゃなくて無関心なんですよ。だからもう何言ってるかわかんないんだけど、そう、あ、そう、一番怖いのは無関心になっちゃった場合が、そう、無関心になられるよりは嫌いって思われた方が全然私はいいなって思うなーってちょっと思ったりしますね。なんか興味ないって言われる方が、なんかいくら私がめっちゃさ頑張ってアピールしても、へーふーんみたいなって終わったら、なんかちょっと悲しいなって思うから、だったら嫌いって言われる、嫌いだし、あんたここがダメだよって言われる方が、あ、めっちゃ見てくれてるって思いますね。さすがメンタル強いですね。メンタルかな。でもなんかあれですね、興味を持ってほしいです。私に興味持たれたい。そう、公園って近いから見てる見てないがすごい分かりそう。なんかあ、なんかじゃ、なんかペンライト私のじゃなくても、目の前にいらっしゃった方に目合うかなと思って見たら、めっちゃ反対のアズ見てるとか、うわ、ちょっとね、別に傷つくとかないけど、ちょっとあってなる、気まずいってなるからね。あんまりなんだろう、興味なくてもかな、目の前に来たら見てほしい派、うん、かな。ダメ出しも待ってます。ダメ出し待ってるっていう人いるかな。そんな人いたっけ、かつて。でもなんかあれかも、お話し会でちょっとあのなんか10分間ダメ出しだったら、ちょっとなんて反応したらいいかわかんないけど、でも別にそれもまあ嬉しいかな、来てくれてるから。わざわざ言うために来てくださってると思うと嬉しいかもしれない。はじめまして、こんにちは。でもまあまあ手ぶらだからみんなで作れる、ペンライト持ってください。それかめっちゃ目合わせに来てください。合わせに行くから。基本的に目の前を見るタイプだから、推しから目が合わないと言われることが。でも私はその方が好き。でも確かに自分のペンライト持ってくれてる人と目が合わなかったらちょっとなって思うか。まあ待ってます。漏れなく皆さんのことを見つけられるように頑張ります。他のメンバー見てたらごめん、いやちょっとな、許せない。フェスだとなかなかちゃんひなかありすぎてのあんまり分かんないタイプね。あ、分かった、じゃあここで決め事しましょう。あのなんか独特なポーズしてください。
独特なポーズ、なんかこうとか、そしたらひなちゃんが合わせに行くから、そしたらあなただよってなるから、これオタクの時に、自分がオタクだった時に実践してた技ね。見つけてほしい時にちょっと変な動きする、なんかこうとかしたら、あ私もだよとかなるし、なんかなんだろう、なんかこんなことされたら私もやるし、あなたですってなる。なんかこれだとちょっと分かりづらいから、なんかこうとかやったら私もあこう言ってるし悪目立ちしたくねえ。確かにちょっと悪目立ちかもしれないな。確かに悪目立ちか。18期公演入れたら見るの初めてですけど大丈夫、ぜひ見てください。一人だけ見続けるタイプなので、他の子に一人だけ見続けてくれるのめちゃめちゃ嬉しいな。でもそれはそれで前髪割れる。だからどうしよう、なんか変なさポーズしたらひなちゃんはやるよ。でもなんか私がおすすめしたいのはこれ、ペンライトこうやって持つじゃん、ペンライトこうやってやったらめっちゃ目立つんですよ。そうこうやってやったら、これなら多分変に見られない、本当に多分周りがこうやってやってる中自分だけこうやってる、めっちゃ目立つ。こうやってこれだとちょっとでもこれおすすめですね、私のオタク的スキルのおすすめ。他の子に嫌われるか、一人しか見ないから。いいよ、よくないね。でもいいよ、ひなちゃんのこと好きならひなちゃんだけ見てくれればいいと思います。なんか差し入れです。チョコは、チョコあるの持ってくるね。黒糖チョコがいい。あれよ、あれもさ可愛いよ、映っちゃえば。うん、今さ変な話してたの、何の話。劇場公演でどうやったらみんなにデスを送れるか考えてたの。でひなちゃんがみんなにオタク的スキルを教えて伝授してあげてたの。デスをもらう方法。そう、こういう時間切れまでだって。今何時？でも結構待って55分。うん、やば。じゃ変な話してたらさ歌っときや、なんか。いい、今すぐ持ってくるんだよ。もう歌わない。しんちゃんは25日の公演で全員にデスを送りたいから。うん、それ何チョコ。黒糖チョコ。いやー嬉しい。あ、なんか落ちたかも。ね、バイバイ。頑張って。うん。変な話しすぎたね。くそ。変な話しすぎた。50% ぐらいの確率でもぐもぐしてる配信中。なんか確かにそんな気がしてきた。まあさあれだ、とにかく私のことをペンライト振ってくださる方はうねうねしましょう。
うねうね本当にバレないから、バレない、周りに変に本当に思われないからおすすめ。むしろなんか自分の推しが歌ってる時にこうやってやるっていうね、おすすめ。見つけよう。黒糖チョコ、ちょっと食べるのやめよう。ちょ、あのランキングもお読みしないといけないので、みんな同じ動きしてたら確かにやめよう。まあでもこれおすすめだから、なんかこう、なんかなんだろう、こうとかしたら、あ、おいってなるね。そんな感じです。ひなちゃん的伝授でした。オリジナルのうねうね、確かにオリジナルのうねうね探してください。もうこれでもいいよ。何でもいい。そしたらひなちゃんが同じ動きをする。もうなんかこれでもするし、これでもするし。ランキング読みます。はい、よくわかんないお話しちゃった。もうこういう変な話いつもしてる。13位井上芳弘さん、ありがとうございました。12位おーちゃんさん、ありがとうございました。11位ジロリンさん、ありがとうございました。11位。10位ひーちゃんさん、ありがとうございました。1分切った、やばい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 。9位かずやさん、ありがとうございました。7位まひろさん、ありがとうございました。公演当たりますように。6位まるみりゅうすけさん、ありがとうございました。5位みさちゃん、ありがとうございました。4位たれぞうさん、ありがとうございました。3位まなみちゃん、ありがとうございました。イエーイ。2位ひなのしえたひでさん、ありがとうございました。2位まいて。1位橋本直也さん、ありがとうございました。飛ばされたって言われた。あ、8位だ。8位しゅうかさん、ごめんなさい。お化け